油断するなよ。正面から殴り込みだ。ドキドキすんな。止まれよ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。これからどうする。まずは町の様子を調べよう。それから城だ。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃあ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。
あの船、何か嫌な感じがしてならない。ああ、働きに行くって感じじゃなかったもんな。下の水路は城まで通じてるようだ。城に向かえば何かわかるかもしれない。あの船に乗ってた連中、何だったんだろうな。わからない。ここで奴隷にされているダナ人だとは思うが、この町、今までのどの主婦よりも立派だけど。ああ、建物といい、人間といい、なんていうか異質だ。町を見れば滑る者の性格も見て取れる。そう思っていたが、どうにも不気味だな。見た目の異様にもかかわらず、印象はむしろ廃墟の方がまだ近い。あの船を追いかけてみよう。何か話が聞けるかもしれない。相変わらず人影がない。この先はもう城しかないみたいだな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ、城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの。おい、あれ、
呼んでいるってボルランガか。今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろボルラン。お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。言われるままという感じだった。言われるまま、ボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの？そんなのって。奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を、俺は絶対に許さない。そういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。それにしても、ヴォルランはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだとすると、脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでボルラーンに従っているってこと？どうして？最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで？そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。デュオハリム！またやってしまったか。すまない。あなたの言う通りです。でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖？この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。
シオン！待て！様子がおかしい。シオン、無事か？助けに来たぞ。もう大丈夫だ。シオン。嘘。触れるのを拒んだから。そうだろ、シオン。お前は一人じゃない。ローも、リンウェルもいる。キサラも、ティオハリムも、俺も。Harvey!
言えばわかるの。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。決着をつけよう。ねえアルフェ。ん？ああ、どうした？私がいない間何を？ずっと会いたかったアルフェ。でもそのせいで、あなたがシオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。しよう。ありがとう。もう大丈夫だから行きましょう。ボルラーンを倒しに。あ、シオンから出たあれ、イバラなんだよね。闇の精霊力って言ってたけど。そうだ。だがシオンの制御下になかった。精霊術とは違う。あれほどの精霊力、イバラとは何なのだ。彼女なら何か知っているのだろう。シオン。300年前のレネギス、おう、レナス・アルマ。そう、そうだったのね。あなたもたくさんのものを持っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはあったく、まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あのイバラの暴走はボルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。イバラのことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ボルラーンにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんでボルラーンはそんなにアルフェンを憎むの？ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただボルラーンならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は？みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎をぶちのめすってことは変わらないだろ。
単純でいいね、ローは。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でも、よかったよ、本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か？おかしなことはされなかったか？あれから何も覚えていないの。あの時、アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって一人ぼっちで。シオン、大丈夫だ。もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。ボルランのこの絵、見張りというより待ち構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。お前たちの盲目的な出世、奴隷と何が違うというのだ。あるようでない。外のダナシンたちと同じだ。足が終わりだ。あがくがいく。突進相手を任せたら諦めて。やばい、上げろ。相手も術を使うか。私に任せて。大地の元に固まって。こっちの中だ。ライバル、やらせか。地の精霊だ。ロックブレイク、ロックブレイクに固まって。これは水たまり。影と反応だ。エンジン投げ払う。無理はしない。後味が悪い戦いだ。奴隷も兵士も皆正しいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠誠そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは仕える主君の問題なのか、それとも忠誠それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。なら、ボルラン王を倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルラン王を倒さなければ。さすがはボルラン王の聖兵、装備も連動も波の装甲兵とはわけが違う。ボルラーンにたどり着く前に力尽きないようにしないとな。
町も町なら城も城だ。仰々しいったらないぜ。大差ないといえばそれまでだが、こちらの方がまだ持ち主の性格が感じられる。どんな性格ですか？威圧的かつ強権的、そして何より無慈悲。暮らす上での快適さなど微塵も求めていない。支配のための場所、それを見せつける意図しかない。これほどあの男にふさわしい城もあるまい。あえて私たちを招き入れたのもなぶるためということですか？なめやがって。絶対にあの花柱へし折ってやる。なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか？そうなのか？どうなんだろう、自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか？お、なんかいいな、そういうの。そうなの？私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて信ぜるな。あ、いや、そういうのいいです。でも、そうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。だが、お前の手の方は大丈夫なのか？以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ。前よりもっと熱くなってるんじゃないの？確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな、胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。一番高く一番大きな場所を探すと、素人はそうしたものだ。なるほど、経験者は語るか。ボルランの奴はどこにいるんだ？我々の前にいない以上、玉座以外あるまい。あれこれ小細工しないで、さっさと出てくればいいのに。まったくだぜ、今まで散々自分から出向いてきたくせに。これがあの男なりの楽しみ方なのかもしれん。いたぶるだけいたぶって、とどめは自分でか。いい性格してるぜ。普
通に考えれば獲物を十分弱らせるためなのだろうが、この手の込みようはやはりそういうことかもしれないな。アルフェン、大丈夫だ。ボルラーンを倒す、それで最後のマスターコアを手に入れてレナス・アルマを作り出す。それで終わりだ。